しユニコーンでアムロが生きていたらどうなってた？に対する反応集をお送りします。ニューガンダムはバラバラというのを前提として語りましょう。ラプラス紛争との絡み方、ニューガンダム以降の登場モビルスーツなどなど。主役を食わないようビジェ的なダサダサモビルスーツにアリバイ的に乗せられ、大した活躍もさせてもらえずフェードアウト。とりあえずラーカイラム所属に変わりはないだろうな。ユニコーンのリガフィって余ってたのかな？あれでいいんじゃない？結局本編にあんまり絡まないだろう。アムロ大好きブライトさんが、そんなしょぼしょぼのモビルスーツ乗せるかよ、思いっきりユニコーン乗ってるわで、死難11秒で撃破、シールドファンネルなんかいらん。アムロみたいなしょうもない単なる撃墜王にカーディアスがユニコーンを与えるわけねえべ。撃てませんとかいうニュータイプかどうかわからんヘタレな奴に渡して大事なユニコーン落とされる可能性あるならニュータイプのアムロのが100倍マシだろ。個人的には死難ジュスタイン乗ってるアムロが見てみたいんだよね。ニューガンダム2号機。シナンジュもクシャトリアも相手にならない圧倒的な強さなのでパワーバランス崩壊してストーリーが成立しない。シナンジュはともかく、クシャトリアは OVA じゃ熟練パイロットが乗ったジェガンといい勝負するレベルだからもう7種と一緒に落とされるな。逆シャアの後を書いてほしい。あれでアムロ死んだとかやめてくれ。人類の役には立ったが勝つレベルの死に方だぞ。何もかも。とりあえず撃って撃墜してから何だったんだで済ませられて話が全く膨らまなくなるのは確かだろう。逆シャア時代のアムロは迷いがなさすぎる。アムロ乗ったらデストロイモードいらないだろ。デストロイモードになったらその辺の敵が全滅する。ニュータイプ能力なら神優らしいが、モビルスーツ乗ってるんだからパイロット能力とニュータイプ能力があるアムロが強いだろ。てか、極少量のサイコフレームでアクシズ弾き飛ばす本物のニュータイプをサイコフレームの塊みたいな機体に乗せたら、一体何が起こるんだよ。ニュータイプ能力は落ちてなくても華麗で脳の処理スピードに肉体が反射してこなくなるかも。イチローも結局年齢が進んで打てなくなったし、動体視力と神経系が微妙に劣化して若い頃の脊髄反射ができなくなるそうな。カレー言ったってユニコーンの頃はアムロまだ32から33歳くらいだろ。スポーツ選手なら一番油の乗り切った時期だし、豊富な経験も上乗せされて最も充実した年代じゃないの？アムロは多分リゼルの体調機に乗せられてユニコーンがピンチの時に颯爽と現れてクシャトリアとかボコしそう。袖付き全滅するやないかい。ギレンの野望だったかでアクシズ落とし阻止後生存ルート行くと、政府がアムロの影響力を一兵卒に抑えておくことができなくなって、実質的にロンドベルの指揮官になってたな。デルタプラスが補充されてきた際にアムロが一言、こんなもんがあったならばシャアの反乱の時に回してくれよ。フルフロンタルより、オカルト兵器ユニコーンを消すことにアムロは専念するだろう。アムロならこんなくだらないもののために的なこと言って箱も壊すだろうな。そもそも、それ言ったらラプラス紛争なんてチャチな戦いにアムロが関わるとは思えん。ご都合主義的な巻き込まれがあるとすれば実力的に全部持っていきそうだが。アクシズショックの際にシャアの怨念にブレインジャックされてアムロがフルフロンタルになってる。とりあえずアムロの乗る機体はなんであれ実弾のバズーカは装備していそう。ビームライフル、ビームサーベル、シールドキャノン、ニューハイパーバズーカ、アムロがリゼル隊長機に乗るならこんな武装になりそう。アムロが生きてても、アクシズ返しで無茶しすぎて戦場には復帰できない怪我をしてそう。いい英雄とは死んだ英雄、生きてたら害悪垂れ流す醜悪なクズになってただろうよ。フロンタルとの初バトルで勝利。マリーダさんがあっさり戦死しちゃう。10分で袖付き全滅。まあマリーダさんはインダストリアルセブンで戦死だろうな。アムロならリゼルでも全裸といい勝負すんだろ。F91 乗って戦うアムロおじいちゃんとか見てみたかった。アムロってニュータイプ能力よりもパイロットとしての腕前がヤバいんだっけ？ニュータイプ能力なら前世紀の神優さんとかには遠く及ばないからな。アムロはニュータイプ能力をコミュニケーション手段ではなく戦闘に捨て全振りしてる人だから。他のパイロットみたいに直感にニュータイプ技能フル使用じゃなくて、操縦技術の補完にニュータイプ技能使うのが上手いんだと思う。スタークジェガンでクシャ倒せるだろうな。あーあのシーンか、ナナシのエースがクシャに前線するんだしアムロなら無理ではないだろうな。全身サイコフレームのユニコーンをすごい毛嫌いしそう。ユニコーンの機能にあれこれイチャモンつけ始めるアムロ。シラフでデストロイモードを無制限に使いこなし、アイフィールド、ファンネル乗っ取りを完備するアムロさん。ユニコーン状態でシナンジュ殴り壊して話が終わる。
なんかビームマグナムを嫌いそうな気がする。こんなのじゃなくてもっと使いやすいのをくれってジェスターあたりのライフルをかっぱらっていきそうだ。それはそうだろうな。ユニコーンの設計思想とアムロの戦闘スタイルが違いすぎる。チェーンが死んだんなら引退していそう。この感じ、シャアか。む、ただならぬプレッシャーを感じる。ガンダム、シャア・アズナブルと名乗っていた男は私の中で生きているのかもしれないな。こうまでして俺の前に立つのかシャア。因縁、避けられないのか？貴様はそれだけのことをした、と妄想がはかどる。あるものはすべて使いこなすのがアムロ優だろ。NTD 発動してシミュレーション以上の性能を引き出しつつ、ファンネルジャックしてバラオの親衛隊を迎撃しながらクシャトリアの獅子を切断して脱出ポット作動させることくらいはやってのける。宇宙世紀でビームライフルを最もうまく操ると言っていいアムロさんがマグナム持ったら倒せないものはないんじゃないか。客車の描写見る限り大半の敵が接触数秒後には急所に風穴が開いてそうだが。CCA アムロってジオン大君の理想から最も離れたニュータイプなんじゃないのかもしかして。